スの幕開けどす。カーテンコールは笑顔でな。ブランコの上って高いわ。でも怖くはあらへんよ。一人じゃあらしまへんし、王子はんも見てくれるさかい。演目はまだまだ盛りだくさんや。王子はんの楽しむ姿をうちにもいっぱい見せておくれやす。王子はん、うちの演技する姿最後までじっくり見ていってな。そのために今日までたくさん練習してきたんどす。ようこそドリームパークへ。なんやくすぐったいわ。でも恥ずかしがってたらあかんね。うちがみんなを笑顔にするんや。まほまほサーカスはかわいいがいっぱいなんよ。この子らがうまくできたらいっぱい拍手して褒めたってな。王子はんも楽しんでってや。みんなの楽しそうな姿こそがうちにとっては一番嬉しくて幸せなことなんよ。ショーを見る王子はん、目がキラキラしてて素敵やな。うちも同じ顔してる？ほんならお揃いやね。うちが遊園地に関わるなんて不思議な縁もあるもんやな。任されたからにはうちも精一杯お仕事してみせますえ。夢もワクワクもいっぱいでみんながキラキラしとる。うちドリームパークもサーカスも好きやわ。この衣装最初は恥ずかしいし、うちに似合うかな思ってたけど、着てるうちに勇気が湧いてきたわ。自信持って堂々とします。このアトラクションの整備と点検も終わったるね。施設の保守作業はこれでおしまい。あら、王子はんやないの。今日はお客はんとして遊びに来てくれはったん？かみんな。ほんまはお茶でもしたいとこやけど、うち見ての通り仕事中なんよ。実は今クルルはんが入院したはずな。ああ、そない心配せんでも大丈夫だす。入院言うても働きすぎのクルルはんにお休み取ってもらう口実みたいなもんやからね。それで支配人代行としてうちが留守を預かってるんやけど、王子はんは今のパークをどない思います？お客はんの入りも上々で、このまま順風満帆に全部うまくいく、そう思ってまへんやろか。もちろんパレードは大成功やったし、リニューアルオープンでお客はんの入りも上々だす。せやけど一度の成功にあぐらをかくようでは飽きまへん。商売にとって重要なのは飽きられへんこと。パークが長く愛されるにはリピーターが大事なんよ。何度来ても
新しい楽しさをお客さんに提供できる。そしたら次も楽しみにしてくれはりますやろ。でうち思いついたことがあって、王子はんにちょっとお願いがあるんやけど。ほな、グランドリームパークの新企画を考えようの会始めます。支配人代行、スタッフ全員集まりました。ですがこれは何の会議なんです？お客さんを楽しませるための新しい目玉を考えまひょういう会議どす。こういうのは全員で意見出し合った方がええアイデアも出てくると思うんよ。そんなわけで、悪いは後にして、まずはいろんな案を出してくれると嬉しいわ。そういうことなら、そうですね、イルミネーションなんかはどうです？宵闇を彩るきらびやかな明かりの美しさで、お客さんの記憶に残る一夜を過ごしてもらうんです。宝石なんかで飾りつけてキラキラのピカピカに。あら、素敵なアイデアが出てきはったな。イルミネーションなら見栄えもするし、夜の時間帯に新しい楽しみができるのも高ポイントやね。ならからくり屋敷ってのはどうだろう。回転扉とか隠し階段とか山ほど作ってさ、オートマトンのスタッフに王子掛けを動かしてもらったり。他のアトラクションと雰囲気を変えるなら、いっそパークの中にミニパークを作っちゃうのはどうかしら。ランドソルとジオテオゴニアの国際博覧会をするの。みんな調子が出てきたな。その調子でじゃんじゃんお願いします。俺からはこいつだ、ぶっちぎりドラゴンライダー。普通じゃ物足りねえスピード強に捧ぐアトラクションでだな。皆さん甘いですね。パークで提供されるお菓子くらい甘々です。ここはマホマホなメルヘンで勝負。私の企画はなかなか盛り上がってるな。王子はんもなんかアイディアありまへんやろか。歌って踊れる舞台言いますと、興行のできそうな舞台やろか。確かにそういうのなかった気するな。ただの舞台やったらすぐできそうやけど、音響魔法やら使えるよ。しっかり作った方がええやろね。作った以上は興行のスケジュールも埋めなあかんやろし、この件ちょっとうちの方でも考えてみるわ。どれもすぐに実現するのは難しそうやな。コストやらスケジュールやらが収まらへんかったり、何かしら問題があってな。あかんな、アイデアが出尽くした感あるわ。ちょっと何も出てきそうにあらへん。外へ？そうやね、遊園地の中ばっかり見てて考えが凝り固まってるのかもしれまへん。そうと決まれば王子はん、よかったらうちに付き合ってくれまへんやろか。一緒に市場調査しに出かけまひょ。最初はここムーサの町やね。芸術の町言うだけあって賑やかでみんな楽しそうや。前に来た時はあやねはんとプーキチはんと一緒に音楽劇のお手伝いをしたんやったね。町のあちこちで演劇や楽器の演奏をしてる人がおって、
屋台なんかも多く出てるな。パークでもこんな風に生演奏のイベントをやっても楽しそうよね。風になって聞こえてくる音楽素敵だす。このままぼーっとしてたらなんぼでも居続けてしまいそうやわ。名残惜しいけど次の町に向かおうか。ここがハロウィンパーク。ハロウィンが盛んな町いう話やけど、なんやちょっと怖い感じが。お、お化け屋敷どすか？ね、ねえ王子は、ここのことはもう十分に分かったんとちゃいます？うちここに長居したないっていうか、調べるのあんまり気乗りしんひんのよ。なんか出そうな暗い雰囲気がしとって。あ、王子はん、うちを置いていかんといて。一人になるくらいなら一緒に行きますさかい。うち、ホラーとかあかんのよ。おとぎ話でも怖いのは様子かんし。そう言わはりますけど、外で待ってても今度は街中にいるお化けが脅かしてきそうで。あ、ちょっと王子はん、そないはよ歩かんでもええんとちゃいます？そんなに早く歩いてない？いつも通り？それやったらいつもよりゆっくり歩いてくれへんやろか。うちついてくので精一杯。わあ！わあ！もうじゃん！ほんまひどい目に遭うたわ。目閉じてても音がよう聞こえてきて。それはお化け屋敷が大丈夫やから言えるんどす。怖いもんが苦手な人はよう目開けてられへんのよ。とにかくお化け屋敷は却下どす。公私混同って言われてもここは譲れまへん。理屈やなくて怖いもんは怖いんよ。いくら人がお化けの格好をしてるって分かってても、ほら王子はんもほとんどって。ちょっと待って、王子はん、ほとんどっていうことはもしかして怖くない幽霊もいるから大丈夫？そんな怖くない幽霊なんておるわけありまへん。二軒目なんて行かへんよ。もう絶対何があってもどす。いろいろ見てきたけどこれっていうのはあらへんかったな。王子はん、これだけ探しても思いつかへんなら、ここは発想の転換が必要かもしれまへん。うち何もない時はようぼーっとしてるんやけど、そしたら途端にひらめいたりすることがあるんだす。こう頭にかかってる輪っかを外すイメージでな。ゆるーっとのんびりするのがええんよ。ほら、東大元暮らしってよう言いますし。ん？なあ、王子はん、
敷地の端の方にあるあの建物なんやろ。ちょっと見に行ってみまひょ。パークの中にこんな場所があったんや。敷地の端っこやからみんなに忘れられてたんやろか。そういえばクルルハンが言ってはった。ずっと前パークにサーカスを作ろうとしたことがあるって。そん時はトラブルで結局流れてしまったみたいやけど。なあ王子ハン、これとちゃうやろか。みんなが夢中になれる新しいアトラクション、もしかしたらとびきりの目玉を用意できるかもしれまへんや。この度はお招きいただき誠にありがとうございます。私がこのサーカス団の団長を務めております。遠いところ来てくださっておきに。うちは支配人代行の魔法を言います。早速テントの方に案内させてもらいます。ナイフ投げ行きます。はっ。おお、綺麗に的のど真ん中百発百中で当ててはるわ。これでもランドソル1との看板を掲げていますので、きっとこちらの世界の方々にもご満足いただけると思いますよ。そうなんや。小屋をこのまま使えればコストは大幅カットや。その分でサーカス団のお人らに来てもらって、それにな、ジオテオゴニアには今までサーカスがなかったんやって。こういう出し物をあんまり見たことないらしいんよ。せやから目新しさ斬新さも十分や。次は空中ブランコを見てもらいましょうか。うわ、あんな高いとこでよう軽々飛ばはるな。うち見てるだけで気遠くなりそうや。この程度はウォーミングアップですからね。次は本番用の大技もお見せしましょう。いえ、ここまでで十分だす。全部見てまうと本番の楽しみがなくなりそうやもの。団長はん、改めて正式に依頼させてもらいます。このグランドリームパークでアンさんらの最高のショーを披露してもらえますやろか。ええ、その依頼慎んでお受けいたします。さて王子ハン、うちらもサーカス団のみんなに負けてられまへん。初公演に向けての宣伝もせなあかんし、必要な品物の発注やらなんやら忙しくなってきますえ。あんじょうお決まりやす。さあさあどうぞおいでやす。普段お目にかかれない驚きと感動、息を呑む世界が皆はんをお待ちしてます。そこのお客はん、よかったらサーカスはいかがだす。最高のパフォーマーのみんながとびっきり刺激的な世界をお見せします。なんか面白そうだな。時間もあるしちょっと見に行ってみるか。そうね、せっかく遊びに来たんだし。なんでも別の世界からやってきた人たちって言うじゃない。どんなものを見せてくれるのか楽しみだわ。会場は向こうのテントになります。公演が始まるまで時間がありますさかい、それまではパークのアトラクションを存分に楽しんでおくれやす。
釣ったチラシは全部配ってきましたえ。こっちの準備の方はどないどす？観客の期待も高いようですし、団員たちのコンディションも絶好調です。最高の状態と言えるでしょう。そらよかったわ。王子班もチラシ配りのお手伝いはばかりさんどうした？ううん、うちは大したことあらへんよ。それよりこれからが本番や。あ、王子班、幕が上がりますえ。裏手でうちらも見学させてもらいましょう。ほんの少し見せてもらっただけであんなに胸がワクワクするんやもの。来てくれたお客は楽しんでくれはるとええな。最後のお客は今帰っていかはりました。せやけどみんながっかりしてはったな。最初のジャグリングなんかは拍手も起きたりして盛り上がったんやけど。こちらの世界の方々は刺激的な演目に飢えているかと思ったのですが、見込み違いでしたね。ナイフ投げなんかみんな揃って目閉じてはったし、あの内容やとこっちの世界の人には過激すぎたんやわ。国どころか世界がちゃうんやもの。文化も好みも違って当然どす。それやのにお客はんのことすっかり分かったつもりになって、うち恥ずかしいわ。すんまへん団長はん、せっかく来てもらったのにあんさんらの看板に泥を塗るような真似させてしもうて。いえ、我々が観客を楽しませられなかったのは事実です。もっと下調べをするべきでした。しかし観客に楽しんでもらってこそプロ。我々としてもこのまま終わるつもりはありません。団長はん、なあ、みんなもそう思うだろう。ここで終わるならランドソル1の名が泣くぞ。ああ、幸い興行の期間はまだあります。我々に依頼いただいたことを後悔させないよう精一杯努めます。サーカスをやりまひょってうちが言い出した以上、そないやる気を見せられたらやらんとは言えまへんね。団長はん、こちらこそよろしゅうお頼申します。王子はん王子はんに手伝ってもらうならこれはますます失敗できひんようになってきたな。お客はんらの反応やとやっぱり刺激が強いもんは苦手に思ってはる人が多い気がしたわ。そうですね、ナイフ投げや空中綱渡り、スリルを売りにした演目が軒並み不評でした。その辺はジオテオゴニアの人らの好みなんやろな。争い事も少ないし、もともとそういうのが苦手なんやって。アトラクションなんかは楽しんではったりするさかい、スリル自体は嫌いやないと思うんやけど、どんな風に演目を変えたら怖がられんと楽しんでもらえるやろか。演目を変えるにしても限度はあります。ナイフ投げなんかは輪投げなどに変えられますが、空中ブランコや日の輪くぐりはなかなか。引
いブランコも日のない岩くぐりも安全ではあるけど、驚きと感動には結びつきまへん。あかん、熱が出そうや。リフレッシュ？王子はんおすすめのスポットがあるんですか？聞いたことはあったけど。あら、今日は団体さんでお越しかしら。どうもはじめまして。ここの管理人さんやろか。どうもお邪魔させてもらってます。うちはマホ言います。ご丁寧にどうも。ようこそファンファンファームへ。皆さんどうぞゆっくりしていってくださいな。ちっこくてモフモフな子もプニプニな子もおって、癒されるわ。王子はん連れてきてくれて大きにな。なるほど、こちらの世界にも牧場があるんですね。動物たちの見た目は、その、少し特徴的ですが。あ、そうや、王子はん。ちょっと見てくれはります？行きますえ。そっちの橋の子から。次はみんな一緒にその場でくるくる。今度は逆回りにくるくるくる。な、動物たちがこんなに揃った動きを。前にあやねはんがここのファームに来はったらしくてな。この子らと仲良うなって一緒に遊んだって。それでうちにもできるかなって思ったんやけど、みんな素直に言うことを聞いてくれはるな。でもちっちゃい子らの頑張ってる姿ってなんや胸がキュッとするわ。なあ王子はん、うち思いついたんやけど、この子らと一緒のサーカスってできひんやろか。ほら、旅芸人の一座とかで猛獣使いの人が芸を披露しはることってあるやろ。それでな、今みたいな調子でここの子らと一緒にできひんかなって思ったんやけど。団長は眉間にえらいシワ寄せてはるけど、お気に召さへんかったやろか。いえ、逆です。そうか、この牧場の動物たちなら、あるいは先ほどの白きご婦人が管理人でしたね。真帆さん、ご同行願えますか。管理人のご婦人から許可をいただきました。我々の次回公演、その主役をここの動物たちに務めてもらいます。それは一緒に話聞いてました。さかい知ってますけど、うちが言うのもなんですけど、素人考えてええんですか。いえ、むしろこれしかないとさえ思います。理由はさっき真帆さんが説明してくれました。うちなんか言いましたやろか。王子はん、心当たりあります？
そう、それなんですよ。サーカスの感動は危険を冒すからではなく、難しいことにチャレンジするからこそ生まれるんです。思わず応援したくなるような動物たちによる心の温まるサーカス。これならジオテオゴニアの方々にもご満足いただけるかと。うん、うん、ええー、と思います。話を聞いてるだけでどんなサーカスになるんか早う見てみたいと思いました。先ほどの感じだと動物たちの物覚えは良さそうですが、まずはどの程度芸ができそうなのか見定めましょうか。調教用の鞭は持ってきていたはず。と、どうしました、真帆さん。あの団長はん、その鞭なんやけど、まさかそれでこの子らを叩いたりはしはらへんよね。もちろんです。この鞭は動物に当てたりするのではなく、合図を送るのに使うんですよ。まあ舞台では演出の一つでもありますがね。やってみますか。使い方はシンプルです。鞭の動きを動物たちへの指示と対応させて、力を抜いて手首のスナップを効かせる。そんで振り上げた鞭を下ろす。こんな感じやろか。真帆さん、その前に周囲の安全確認を。王子はんに当たってしまった。ごめんやす、王子はん。怪我しとりまへんやろか。と、このように大変危険なので慣れないうちは特に気をつけてください。動物のみんなが離れていかはる。さっきまであんなに一緒やったのに。ここは挽回してええとこ見せな。はっ。ん？まだ2回目というのになんと美しいフォームですが。これは教えない方が良かったかもしれませんね。はい、みんな輪になって。心配は杞憂だったようですね。一度コツを理解したらあっという間に覚えてしまいました。団長班の教え方が上手なおかげです。それと堪忍な王子はん、回復魔法はちゃんとかけたはずやけど、まだ痛いとこあったら言うておくれやす。真帆さん、一つお願いがあります。動物サーカスのアシスタントをお願いできませんか。アシスタントって言いますと？動物たちのスムーズな誘導、鞭の扱い方の上達、あなたには素質があります。失敗できない次の舞台、我々は最善を尽くしたい。どうか力をお貸しいただけませんか。団長はほんま大きに、ちょっと怖い気もするけど。ちょっとだけ手握っててくれる？あったかいな。うん、ありがとう王子はん。うちはもう大丈夫や。勇気出たわ。今日サーカス小屋で話した時にうちも腹をくくらせてもらいました。うちに
どこまでできるんか分かりまへんけど、誠心誠意やらせてもらいます。ありがとうございます。手を携えて最高のステージを作りましょう。そうと決まればプラン変更です。早速演目の再考を始めましょう。手伝っていただけますね。うちにできることなら何でも。もちろん王子はんもお手伝いお願いします。グランドリームパークにようこそお越しやす。もし遊び疲れはったなら、一服ついでに暖かな夢を見るんはいかがですか。期間限定のサーカス公演、きっと心に残る素敵なひとときをお約束します。なんか出し物をやってるってよ。せっかくだし見に行ってみようぜ。サーカスってなんかめちゃくちゃ怖いやつだろ。前に行った友達が逃げ帰ってきたんだ。見に行く勇気なんてないよ。あら、前回の公演とは一味違いますえ。なんと今回のショーの主役は、それはもう可愛らしい動物さんなんどす。動物さんのショーなの？大きい動物さん、小さい動物さんもいる？可愛いって言ったって、あの恐怖のサーカスなんでしょ？もう怖いことなんてありまへん。動物さんも一生懸命練習しはったから、応援してもらえますやろか。ほう、王子はん、そっちの調子はどないどす？まだまだ怖がられてる感じはするけど、ちょっとずつでも見に来てもらえるとええな。それに期待してくれはるお客はんもいはる。ここが踏ん張りどころやで、王子はん。一人でも多くのお客はんに来てもらえるよう頑張りますさかい。気合い入れていきまひょか。うわあ、気合い入れすぎて背中の紐が切れてしまったみたいやわ。王子はん、悪いけどここはお願いしてもええ？うち先に戻って衣装直してくるわ。はあ、びっくりしたわ。急に紐が切れるなんて。これでよしだ。うん、バッチリやね。思えばこの衣装をもろてからずっと動きっぱなしやったもんな。これが靴ひもやったら縁起悪い言うとこやけど、衣装のひもってどうなんやろ。あ、王子はん、さっきは急に任せてしもってすんまへん。おかげさまでこの通りや。さ、そろそろサーカス小屋に向かいまひょ。開演時刻までもう少しや。で、団長はん？真帆さん、それにあなたも。実はさっきファンファンファームから連絡がありまして。え？動物さんらがまだ来てへん？ええ、ファームから移動させてる途中に運悪く魔物と出くわしてしまったらしく。え、動物さんらは無事なんですか？怪我とかしてへんやろか？
無事は確認しています。ですが移動に時間がかかりそうでして、到着がいつになるか。もし動物さんらが来られへんって聞いたら、お客はんがっかりするやろね。動物さんらも今日のために頑張ってきたのに。プログラムを変更しましょう。演目までの時間をできる限り稼ぎます。動物たちが間に合う、その少ない可能性にかけて。うち向かいに行ってきます。せやから時間を引き延ばして。王子はん、真帆さん、動物たちが来るまでの間一緒に頑張ってもらえますか。我々と一緒に動物たちの到着までショーを盛り上げてください。団長はんもお願いします。サーカスのためにも動物たちのためにも。王子はんは約束を守らはるお人どす。連れてくるって言わはったなら必ず連れてきはります。うちらは今うちらにできることをしまひょ。信じてます。おじゃん、さあ色とりどりのボールを軽妙に操るジャグラー、その手から無数のボールが繰り出され軽やかに宙へ舞っていきます。すごいすごい、どうやってるんだろう。それにすっごく綺麗。ふん、今回の公演は怖くないな。よかった。だけど動物っていつ出てくるんだ。さあジャグリングの次はなんと人が瞬間移動。驚異のイリュージョンをご覧あれ。次、演者のスタンバイ急げ。観客から見えないよう移動するルートに気をつけろ。団長、そろそろ全部の演目が終わっちゃいますが。動物たちはまだ来ていない。ギリギリまでは待ちたかったが、これはもう諦めるしか。いいえ団長はん、諦めるんはまだどす。まだお見せできる演目ありますえ。団長はんが言うてはりました。小さくてかわいいコーラの頑張ってる姿が人の心を動かすんやって。それならこの子らでも同じことができまへんやろか。これはアーサー、ランスロット、ガウェイン、うちの大切にしてる子たちどす。ファンファンファームの動物さんらと同じくらい目に入れても痛ないくらい可愛い子なんよ。確かに愛らしいぬいぐるみですが、真帆さん、まさか。お客はんを楽しませてこそプロ、そう言わはったのは団長はんだせ。うちが場をつなぎます。王子はんが戻ってきはるまでこのアーサーたちと。動物がいないのに動物サーカスをやるつもりですか。わかりました、その賭けに乗りましょう。ミラン、イーラン、照明、音響、スタンバイを。動物たちの到着後は私が入れ替わりで引き継ぎます。それまでどうか頼みましたよ。任せておくれやす。ここはグランドリームパーク、みんなが笑顔になれる場所なんや。あの子、チラシを配ってた。ようこそお越しやす。ここまでの演目みんなに楽しんでもらえてるやろか。本当はここで動物さんたちと一緒にショーをお見せしようと思ったんやけど、
あらら、動物さんの姿が見えへんね。みんなが首を長くして待ってはるいうのに、居眠りでもしてはるやろか。ちょっと読んでみまひょか。動物さん、あかん、うちの声だけやったらどうも届かへんみたいや。困ったな。そうや、よかったらみんなも一緒に呼んでくれへんやろか。こんだけ大勢の声ならきっと届くと思うんや。ほな、行きますえ。動物さん、動物さん。おいおい、動物ってぬいぐるみじゃないか。ほんまやね。でもただのぬいぐるみやありまへんえ。うちがステッキを一振りしますと、まあ、ぬいぐるみが踊ってるわ。かわいいわね。かいらしい子らが揃いました。さあ、ここからが本番どす。会場のみんなを素敵な世界に連れていく魔法の言葉を唱えまひょ。いきますえ。ミラクルマホリン、クルリンパー。まずは空中ブランコどす。成功したら盛大な拍手をお願いしますえ。せーの、はい。こりゃすげえな。あれ、ああ、本当に夢を見てるみたいだ。うん、自然と体が動いてくれる。練習した通りにやれば大丈夫や。お客さんも笑顔を見せてはる。みんなの見てる楽しい夢をうちが終わらせるわけにはいきまへん。だって約束してくれはったもの。まだまだいきますえ。お次は綱渡りや。はい。ぬいぐるみの刺激に演出用の魔法まで。体力も魔力もかなり消耗しているはず。いつまで持たせられるか。ん？あれは、待った甲斐がありましたね。みんな、交代の準備を。この舞台、何としても続けるぞ。さすがにしんどなってきたな。だんだん力が入らへんようになってきた。でも、やっぱりうちの信じたお人どす。その姿を見間違えるわけありまへん。信じてました。王子はんならきっと来てくれはるって。あら、どこからか動物さんの声が聞こえてきますな。もしかして今ならみんなの声が届くかもしれまへん。うちがとっておきの魔法をかけますさかい。一緒に唱えてもろてええやろか。動物さんたちに聞こえるよう大きな声でお願いします。団長はん、あとは頼みます。さ、みんな準備はよろしおすか。それじゃあご一緒に、せーの、ミラクルマホリン、クルリンパー。はあ、気抜けたら
星まで抜けてしまった。もう立てへんわ。ええよ、おじはんなら絶対来てくれはるって信じてたさかい。サーカスの初公演が失敗した時も、実はさっきもうちが余計なことをせんかったらってそう思うたこともあったんやけど、おじはん、客席を見ておくれやす。お客はんらのあのキラキラした目、みんなのあんな笑顔を見られるんやもの。うちやってよかったって心から思えるんや。あら、舞台の方で団長はんが手招きしてはる。カーテンコールの時間みたいやね。王子はん、一緒に行きましょ。もう何を言うてはるん。王子はんがおらんかったらこの笑顔はあらへんかったんだす。今日の舞台は誰がかけてもできひんかったもの。お客はんからの賞賛はみんなで受け止めましょ。みんな笑顔で帰っていかはったな。期待に応えられたみたいでよかったわ。これもみんなが一生懸命頑張ってくれはったおかげだす。おじはんもおおきにな。元はうちが言い出したことやからね。でもおじはんに褒めてもらえて嬉しいわ。サーカス団の人らと次回の公演の話も取り付けたし、クルルハンにもええ報告ができそうや。あら、照明用の魔石が故障したんやろか。ずいぶん明るいけど不思議やな。この明かり見てるとだんだん眠うの。遊園地なんて久しぶりやわ。うちここにいっぺん来てみたかったんだす。普段寮生活してると遠出するのも一苦労なんよ。外出手続きやら門限やらいろいろあってな。でも王子はんと一緒にお出かけできる思ったら大した手間やありまへん。さ、行きまひょか。王子はん、素敵なエスコートお願いします。王子はん、そんならうちの手を取ってもらえます。お姫様をリードする王子様になってもらいましょ。コーヒーカップってええな。こうやって向かい合って王子はんのお顔ゆっくり見ることができるんやもの。あら、王子はん照れてはるん。そないとこも可愛らしいな。メリーゴーランドって大好きなんよ。キラキラしてて可愛らしいお馬さんもおって。ほら王子はん、一緒に乗りましょ。
ジェットコースターはスリル満点やったね。でも王子はんが手握っててくれはったさかい、うち大丈夫やったわ。さすがにちょっと疲れたな。少し休憩しまひょか。でもほんまに楽しいわ。今も次は何に乗ろうか考えてるくらいやもな。ねえ、次どこ行く？ジェットコースター乗りたいかも。どうせなら全制覇しよう。あら、修学旅行の生徒さんやろか。お揃いの制服着てはるわ。なあ、王子はん、もし王子はんとうちが同じ学校やったら一緒に修学旅行とか行けたかもしれへんね。それが何でも学校によっては学年をまたいで行くとこもあるらしいよ。そしたら修学旅行だけやなくて他の行事ごとも王子はんと一緒やったかもしれへんな。あ、行事ごとで思い出したわ。最近うちの学校で文化祭の準備が始まったんよ。そう、始まったんやけどちょっと問題が起きててな。クラスの出し物を何にするかで揉めてるんどす。うち人が言い争うたりしてるのがほんまに苦手でな。出し物をはよ決めてみんなで仲良うしたいんやけど、せやけどクラスの子が一生懸命に意見出し合ったりしてるのを見てると本気で頑張ろうとしてるんも伝わってきてな。それで大きな喧嘩にはならんよう気使ってたんやけど、気使いすぎてちょっと疲れてしもうた。せやから今日ここに来たんは半分はうちの気晴らし、あとのもう半分は王子はんに会いたかったんよ。王子はんと会えたらうちの元気フルチャージや。そ、あとは文化祭の出し物が決まるまでみんなが仲良うできるよう頑張るだけ。それで、うわ、すごい、王子はん大当たりや。うちの心を読まはったん？な、実はうちも考えてるアイデアがあったんよ。フリフリの服をぎょうさん作ってみんなでお揃いのメイドさんになってみたいなって。でも今からうちが余計なこと言うてクラスをもっと引っかき回してまうのも嫌やし、それで今回は遠慮させてもろたんどす。衣装をぎょうさん作るってなったらみんなも大変やさかい。王子はんに聞いてもろったらすっとしたわ。不思議やな、王子はんと話してるといつの間にか何でも話してしもてるわ。王子はんにならこない簡単に言えるのに。王子はん、それってでもうちが余計なこと言うたらみんなの迷惑にならへんやろか。王子はん、そっか、そうやね、うち余計な混乱させたないとか言うて場を丸く収めることばっかり考えてたみたいやわ。でもそれは遠慮やない。みんなのことを信じられんと臆病になってただけや。
うち言うてみる。もしかしたら少し揉めるかもしれへんけど、でも王子はんが言うてくれたもの、みんなが頼って相談してくれたみたいに、うちもみんなにちゃんと話してみます。王子はんになら何でも言えるように、みんなともきっと同じようにできるはずやわ。王子はん、ほんま大きに。悩み事の解決まで完璧なエスコートやね。あら、今日一日で王子はんもすっかり王子様にならはったみたいやわ。そんならうちも遠慮せんと、王子はんに一つお願いしてもええやろか。ほな、行きますえ。王子はん、はい、チーズ。王子はん、そない恥ずかしがらんと。もうちょっとこっちに寄ってくれはる？そうそう、うち前からちょっと憧れてたんよ。この遊園地でここで写真撮りたいなって。実家から出てこの町に来て、いつかずっと来てみたいって思ってたんよ。それが大好きな王子はんと一緒やなんて、夢見てるみたいやわ。うちのしたかったこと、夢見てたこと、王子はんと一緒やったら全部叶ってしまいそうや。だってうちの夢が一つ今叶ってしもうたもの。こんな夢みたいな時間を過ごせるように、今この時も頑張ってくれてる人がおるんやね。うちも誰かをこんな気持ちにできる、そんな文化祭にできたらって思います。来てくれたお客さんにあったかくて幸せな気持ちになってほしい。うち分かった気する。多分うちにとって大切なことが。ありがとうな、王子はん。あかんな、この気持ち、なんて言ったらええか分からへん。でも、うち、今、ほんまに幸せよ。おい、お疲れ様。ほんと楽しそうにしてたわね、真帆ちゃん。まあ、あのほんわかした雰囲気に包まれたら、つい何でも話したくなっちゃうのもわかるわ。誰にでも優しくて、全てを受け入れる広い心を持ってる。みんなを安心させる空間を作り出せる力を持ってるの。それってすごいことなのよ。だからこそ、あんたは真帆ちゃんのペースを尊重してあげて。あの子がずっと笑顔でいられるようにね。心優しいお姫様を支える、それが運命の王子様の役目なんだから。頑張んなさいよ。じゃあね。ふう、あら、うち寝てしもうてたん？ちょっと疲れが溜まってたんやろか。王子はん、風邪ひきますえ。ぐっすりやな。あどけない寝顔。王子はん、おおきにな。この舞台も、いつもや、いっいつも王子はんはうちを助けてくれはる。そんな王子はんにうちはなんか返せてるやろか。
今はこれくらいしかできひんけど、いつかもっともっとぎょうさんお返しさせてな。ミラクルマホリン、クルリンパー。これであったかポカポカ、風もひかはらへんよ。王子はんの夢が楽しいものでありますように。今日はゆっくり寝てな、王子はん。あら、練習の調子はどうか心配してくれるん？ほんまに王子はんはいっつも優しいな。おかげでうちもっと頑張れる気してきたわ。うちショーで王子はんのことも楽しませたいんよ。いつもうちが幸せにしてもらってるお返しや。夢がいっぱいの素敵な時間を届けますえ。ほんま夢みたいな時間やな。スポットライトもステージもうちにとっては非日常や。そんな素敵な場所に王子はんと関われるなんて。せやからこそうちサーカスのショーを絶対成功させたいって思うんどす。楽しい場所にがっかり顔は似合いまへん。うちとみんなの力を合わせて笑顔のカーテンコールを届けてみせるさかい。王子はんも特等席で見守っててや。舞台の上はやっぱ慣れへんわ。考えただけで緊張してきて飽きまへん。王子はんって握ってくれるん？おきに。スポットライトの下は熱くて眩しくて、見える世界が一面キラキラしとったんよ。あの素敵な景色、王子はんにも見てもらいたいわ。王子はん、風船をどうぞ。遊園地を楽しむのに大人も子供も関係あらへん。うちがみんな笑顔にしてみせますえ。誰かを笑顔にするってやっぱり嬉しいわ。その人が笑うとうちの心まであったかくなって、大変な練習も全部報われてまうんやから。王子はんもきっとこういう気持ちやろ。いつもうちやみんなのためにいっぱい走り回って助けてくれてるさかい。そんな王子はんだからこそ今はうちが楽しませますえ。いつものお礼もありますけど、それだけやあらしまへん。王子はんの笑顔をうちがもっと見たいんだす。
なで行きますえ。カーニバルや。おひに出番やで。みんなのおかげや。の晴れ舞台や。かっこいい坊主もできるようにしたいわ。ちゃんと食べへんといい演技はできまへん。団長はんも言うてたわ。練習が終わった後はのんびりして体力を回復せな。うちの晴れ姿が王子はんの目に一等輝いて見えますように。このあったかい感じ、スポットライトの熱を思い出すわ。たちとなら空中ブランコや玉乗りもええな。王子ハンとならどんなアイデアも見つけられます。ハン、うん、やっぱり練習の後は甘いものに限るわ。動物さんたちのことももっと勉強せな。大事な仲間やさかい。魔法魔法王国にもサーカス団設立や。夢と希望を届けますえ。むむむむむむ、クルルハンみたいに胸から宝石を出すんは難しいみたいやわ。